アレンさん、こんにちは。カンです。ということで、今日はですね、エドガルドの回転ギミックと動く床を使うことができる、このキャロを組み合わせてね、相手をめちゃめちゃ戦いにくい状況にしていきたいなと思います。それプラスですね、このオスクロール入れてるんですけど、まあ、この子をリーダーにすることによってね、初めの6打球はスタミナダメージ無効っていうのがあって、あと自分がマッチポイントに追い込まれた時にですね、この子本気を出すことができて、まっすぐとかロブとかね、あと前に落とすドロップみたいな打っていけたりもするので、このエドガルドとかキャロのギミックがたらさらに得点力が高くなるかなという感じで、まあ、この子を入れていてですね、でエドガードに持たしているラケットはこれですね、この束縛系のラケットを持たしていて、キャロに関してはまあ普通に、まあ、ピアノラケットで決めていこうかなという感じで、まあ、こんな編成でやっていきたいなと思います。このチャンネルでは白猫テニスについての動画を上げてますので、興味がある方はぜひチャンネル登録してください。はい、というわけで1戦目やっていきたいなと思います。相手の編成はラインズマン、ニオとエレノアとキャロということで、まあ、結構編成似てますね。結構言うたかでキャロだけか一緒なまあ、とりあえず初手誰でいこうかな。エドガルド別に SS 溜まりやすいとかもないやろうが、ちょっとオスクロールでいこうか。多分最後しか出す機会ないやろうしね。わお、それはちょっとバックでいいわ。 75% でもよかったんやけど、普段やったら。でもオスクロールは出さへんから、あ、失点してしまった。やばい。やばいよ。ちょっと交代時持ってるキャラに交代して SS 貯めて、さっきエドガルドで打ちたいんよね。エドガルドって特殊状態で40秒間あるんですけど、その間であればずっとギミックが出続けるっていう能力を持ってるんですよ。あのキアラみたいなもんですよ。あのセレダキアラで言うね。だから先に打っておきたい。このキャラ2ポイント間しかギミックを受けないからね。わお、やめて。うせやん、めっちゃしょうもない失点する。やらかしてんね。やばいよ、02はほんまにやばいな。ちょ、誰で来る誰で来る。まあ、エドガルドならいけろ。こう、入れ番ギミック出せるから、ちょっと強そうじゃない。瞬間移動じゃないんか、でも、匂って。オッケー。あ、吐き抜きは食らっちゃうのね。まあ、しゃあないね、これは。これ捕まってくれるかな。オッケー。いいね。怖い怖い怖い。怖い怖い怖い。割と戦える説ない？ないか。ちょ、きついな。ちょっときついな。で、次、キャロで、シェーズーってギミック出して、またエドガルドに出せば俺がしたいことができるんやけど、それまで持っていけるのか、果たして。オッケー。いや、このギミック前に置くんやらしいな。あ、あぶね。怖すぎやろ、このギミック。キャッチできんじゃん、ラケットブンって振ったら。怖すぎ。マジ怖すぎ。やめて、そんな。SS オン。危な。わ、ドリンク取りたくなかった。うわ、くそ。いやもうエレノは普通に嫌だな。ちょっとどうしようかな。よいしょ。うわ、匂うか。え、匂うこれいけへんのかな。よいしょ。頼む。いや、なんかめっちゃ向こうついてるやん、普通に。え、お前空中地面向こうついてるの。スマ向こうついてるのか、それ。うんだ、ちょっとあんま俺は打ち上げたりとか、ロブとかしないように戦わなあかんけど、厳しいな、ほんまに。あ、いい、強い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 。その、ようわからん球強いよ。よいしょ、おい。よいしょ。やばい。耐えてる耐えてる。あ、またスマホ。え、スマホじゃなさそうやね。なんか長くね、相手のなんかその空中地面向こうの具合。え、ってなるとさ、このエドガルド組み合わせたとしてもさ、意味ない説あんねんけど。え、だってどっちも今地面型ギミックなんよ。これ空中型ギミックに変えたとしてもさ、あれやんな、相手だって空中型ギミック向こうのマークついとうからさ、意味ないよな。どうするもんちょっと強すぎるな。ちょっと一体でメタられてるやん。2戦目はですね、シローと MVP セレナとキャロっていう感じで、さっきラインズマンには空中地面向こうついてたじゃないですか。あれイベントの効果でしたね。これタワーでやってないの忘れとって、そのイベントの効果でドリンクを取ったら、まあそういう能力が付与されるって感じになってたから、ああなったんやけど、ちょっとあの時はビビったね。ほんとよかった、イベントでよかった、ほんまによいしょ。やばやば。いや、これロブでしょ。うわー、先越されたー。弾遅いから間に合う。まあ、どうしよう、 SS 出るやん。もう決まってくれへんかな。俺オスクロールではちょっと打ちたくないんよ。頼むから。あー、いいんじゃ今の。うまいうまいうまい、マジでうまい今のは。ほんでちょっとエドガルドに交代して SS を打っていって、よいしょ。でギミックを出すと、白どうなんかな。だってキャッチするもんな、入れ番刺すとか以前に。やばいやばい、いやジャスト確定強え。まあいいよいいよ。ほんでこのキャロで陣を張って、いやー待って、これ耐えれるかな相手。あー、でもラケット落としじゃないからまだ大丈夫やな。多分相手 SS はまだ飛んでこうへんと思うんよ、多分。てか MVP セレナ全然なんか弱くなってないよな。普通におるし。強い人ほとんど使ってたりするし、マジで持ってる人は得しかしてないよね。強いキャラ当たったりとか。まあ最低でもスタールーン当たってるわけやからさ。まあガチャチケ選んだ人はありやけど。それでも何個かルーンはもらってるはずやからね。星4当たってなくてね。うわ、マジかー。めっちゃ無駄なポイントを過ごしてしまった。ちょっと SS 打ちたかったな。ちょっと機会出してくれ。よいしょ。あ、そうか、MVP セレナ、あれか、キャロに対して失点したら、じゃあ、キャロに対して得点したら、スペシャル封印みたいなされてしまうよね。
あ、どうしようかな。これ SS 員されてるけど、ちょっとこの子で行かないと今回の企画が成立しないから行くしかない。よいしょ。いや、これ空中ジム向こうとかついてんのかな、スマ向こうとか。え、お前 SS 員ばっか持ってるやん。やめてや、そんななんか企画潰しみたいなんする。そんなキャロ怖くないって。君なら、シロならきっといけるって。なぜそんなに怖がる。よいしょ。いや、怖い。うせや、もう SS 撃てる。何も計画通りいかないんやけど。そんなん良くないわ。ちょっと頼むって。SS 撃たしてくれよ。よいしょ。うわ、クラミうぜ。よいしょ。あ、いいタイミングだろ。全然警戒してんや。どこどこどこ？あ、オッケーオッケー。撃てました、ナイス。あんで。あ、あれ、ギミック出てる？出てないな。オッケーオッケーオッケー。いいね。あ、これあれか、デュースにならんのんか。うわ、勝ちたいな。いや、これは、エドガルドの力を。ここで発揮する時が来たやろ。オッケーオッケー。で、ダブルギミック。しかもエビだけ。まあ、エビ出てる、エビ出てる。あ、まあ、テーバンドついてる。危な。ちょ、走り早すぎて逆に使いづらい。で、逆に使いづらい。ちょ、いいんちゃいいんちゃ、相手、陣割れた、陣割れた。よし。これがやりたかった、マジで。はい、というわけで3戦目はですね、シローとティナとラインズマン2王ということで、まあ、ラインズマン2王はね、1戦目の時にね、ボコされてしまったんで、ちょっとリベンジという形でやっていきたいなと思うんですけど、ちょっとまだオスクロール1回も使えてないが、ちょっとオスクロール使いたいよね。でもただこの子で SS 打つのは違う気がするから、相手にアドバンテージを握ってもらって、本気オスクロールを使っていきたいとこではあるんですけど、よし、やべ。どうしようかな。うわ、これどう決めよう。相手 SS 打つんかな。あ。まあいいや、これはもうスルーしたということにしましょう。えへへへ。SS 運用嫌だからね。よいしょ。それで、交代時で SS 打ちたいねんけど、まあいいでしょう。多分どうせ SS で決まらんしね。オッケー。いいんちゃうこれ。いい感じで決まるんじゃね。くそ。ちょっと一回、後ろさん上げて。いや、この子な、びっくりするぐらい SS 回転率悪いんよな。なぜか。この子の特殊状態40秒間あるのに、なんか意外と悪いって。おい、強っ！エドガルド強いじゃん。よくやった、でかしたぞエゾガルド。エゾガルドってことや、ごめんごめん、エドガルド。よいしょ。オッケー。これで相手前来るやろうから、ロブ上げて後ろ下げて。キャロなら全然、キャロ普通に強いよな。キャロ強いから、やべ、いやー、それは良くないよ。どうしようかな。まだキャロで SS 打ってないから、ちょっとキャロ続行でいくかな。よいしょ。ドリンクは取っちゃおう。お、やべ、スロー結構厳しいね。よいしょ。SS 打たしてくれ、頼む。 SS、 OKOK、 SS さえ打てたら OK、 もうそれでよし。 OK、 いいんちゃう、これスマッシュチャンス。いやー、相手の方に曲がっていくってことは、俺右にやったわね。右にやれば右にそれる球やから、今のキャロの能力。やっべやっべ、ちょっと頑張らなあかんだ。ちょっとエドガルド頑張れ、いけエドガルド。よいしょ。いいよいいよ、ダブルギミックの強さ見したれ。いけ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 。めっちゃ嫌そう、めっちゃ嫌そう相手。やば、ちょ、俺もやばい。あ、いいや、強いや。最高じゃん。え、これ、エドガルドが強いんじゃね？あ、でもこれ、このキャノのギミックがあったから今強いのがあったやな。ってことは、もう一回この子で打てばいいってことよ。よいしょ。はい、いいね。いいじゃん。いや、これ知ってしても、俺にはエドガルドがついてるからっていう、このね、心強い感じがあるから素晴らしいよね。これ、ローブ決まったんじゃね？いいね、ギミック強いね。いいね、いいね。よし、エドガルドで、はい、重ねていくと、ギミックを。オッケーオッケー。ほんで、これ回転はね、こう、どっち回りや、これ反時計か、わからんけど、とりあえず、ま、右に打ったらね、相手は動きにくいかなと思うんで、極力右に打っていきたいねんけど、あえて左に打つことによって、抜いたって感じだね。素晴らしい。お、素晴らしい。いいやん、エドガルド。ちょっとキャロより、ちょっとエドガルド使いたいから、もう一回この子で言っていい？いいやん、エドガルド悪くないやん。ただこの子ほんまにね、SS 回転率悪いから、交代時で他のキャラと回していくのがおすすめです。よいしょ。よいしょ。いや、俺この子なら、勝てると信じてるよ、シローに。やぶな。決まるかと思った。いいんじゃん、いいんじゃん、いいんじゃん。いけ。いや、スマッシュちょっと早いんや、この子。性能知らんかった。おい。最高じゃん。まあ、ぜひとも皆さんもね、まあ、エドガルドだけでもいいんで、一回使ってみてください。結構、相手が嫌そうな感じなんで、まあ、結構楽しいですよ。ということで、また皆さんお会いしましょう。バイバーイ。